本日紹介する作品は鎌谷裕樹さんの「ヒラエスは旅路の果て」という作品です。ある少女が笑顔で元気よく駆け出していく見開きから物語が始まります。しかしその少女ミカが駆け出した先は車道を走るトラックの目の前。実は彼女は親友の死にショックを受け、自らも死のうと思い車道に飛び出したのでした。そんな彼女を謎の2人組が助け、ミカは一命を取り留めます。2人組のうちの1人日比野は身を挺してミカをかばった結果、トラックにひかれてしまうのですが、なぜかすぐに起き上がりミカを事故の現場から連れ出していきます。連れ出された先で話を聞くと、彼は死ぬことができない不死身なのだとのこと。さらに2人組のもう1人は自らを神だと名乗り、ミカが車道に飛び出す直前、彼女が死に引き寄せられているのが見えたのだと言います。そんな謎多き2人に助けられたミカでしたが、話を聞いているうちに2人が黄泉の国に向かう旅路の途中だということを知り、黄泉の国で親友と再会するために2人についていくことを決意するという作品です。黄泉の国を目指す3人の旅路には、偶然か必然か道中で出会う人々の生と死の物語が関わってきます。3人それぞれには異なる背景があり、道中の出来事から感じ取るものもそれぞれで変わってきます。特に親友との死別という経験が心に強く根を張っているミカは、道中の出会い、そして日々のや神との関わりにより心境を変化させていきます。その心情描写が漫画という表現でとても美しく幻想的に描かれており、ストーリーの魅力と絵の魅力の両方が兼ね備わっている、そんな作品になっています。この作品は講談社のモーニング2という雑誌で連載されている作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読むことができますので、そちらをぜひチェックしてみてください。それではまたのご来店をお待ちしております。